うん、いつもこんな。マジでちゃんと上からの方がいいよな。あ、ネイル変わってる。うん、もう伸び伸びだよ。全然買ってなかった。1ヶ月くらいしないの。なんなん、え、えって。え、これさ、何何いや、絶対そっちがいいやん。エビの方がいいやん、絶対。ね、ちかしゅがさん2種類あるんですか、これ。レンコンとエビがあった。マジか。でもなんかレンコン新発売みたいな、そういや誰か言ってたわさっき。あ、うん、マシッソよ。飲む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 、マシッソよ。皆さん、グッスプ何食べました？全部美味しそうじゃない？やばい、アサイも美味しそうですさ。やばいやばい、ちょっと待って、塩かけたすぎひん、これ。強に、天ぷらって基本塩こより。うん、これに塩は入ってないんか、唐辛子やから。レンコンいる？いいよ、食べて。いらんの？うん。食べれへんねん、これ。じゃあ食べる。量が。あ、量が？うん。じゃあちくわいる？うん。大丈夫。そう、じゃあレンコンいただきます。うん。美味しい？うん。美味しい。レンコン。レンコンって糸あんの？思った。なあ。なんか伸びた今。これも今ここにずっとついてんねん。それが。猫の毛やと思ってんけど、多分レンコンなんだよね。エビの尻尾食べる派？うん、食べへん。食べ、好きな人がいるんよな、エビの尻尾が。え、絶対食べる。うん、なんかエビの何、エビせんべい食べてる気分。なるほどね。エビの尻尾食べる派ですか皆さん。ユキノンがさ、うん、お土産で買ってきてくれるエビせんべい、うんうん、世界一美味しい。マジであれ美味しい、新潟の。うん、うん、エビの尻尾カルシウムやって。うん、カルシウム。同じこと書いてくれてね、ね、みんなおはようございます。おはようございます。うわ、配信してる。あ、ねな、人の爪はタンパク質に似てる。しおりさん、え、じゃあ食べてんの、こより。なんでなんで、人の爪はタンパク質。タンパク質や。食べてる子おったから、小学生の時。カミカミの子。爪ってタンパク質なの？配信してるよな。はい、配信してます。やばい、絶対爪は食べないでください皆さん。うん、絶対に。うん、おはーい。おはようございます。おはようございます。見て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 、 G が同じ成分だし、うん、え、それ結構有名ちゃう。マジ、うん、そんな言われたら食べれんくなるね。けど爪がタンパク質ならさ、うん、え、カルシウムやっけ。ん、爪はタンパク質やろならさ、うん、卵の白身と一緒やん。確かに。でも爪、爪ってカルシウムじゃないんかな。え、同級生は何だっけ、タンパク質って言ってた。え、エビのチップがカルシウムやんな。うんうん、だから爪はタンパク質って言ってたで。そうなんや。うん、
あの同級生の子が小学生の、まあ、何の会話見せられてんねんって感じですよね。本当にすいません、いつもなんかこんなしょうもないことをずっと家に。お姉ちゃん、うん、びっくりしてる。最近しおりさんにめっちゃお姉ちゃんって言われるんですよ。みかもとわかはお姉ちゃんって言われるようにした。確かにかもねーって呼ばれてますもんね、うん。絶対しおりさんの方がお姉ちゃんですよ。うん、やっぱりタンパク質や、ケラチンや、ケラチン。この前ゆかがしおりさんにチータンって呼んでもらえたって喜んでました。最近ゆかたんじゃなくてチータン指が主流になってきてます、うん、メンバーの中で。身長は小さないけどな。身長はでかいけどな。身長めっちゃでかいのにチータン。なんか NMB 入ってからまた伸びて、うん、やばい、めっちゃ高いの、ちょっと細いし大きくなったよね。細いからもっと高く見えちゃうよ。辛い、これほんまいい人、みつひろ。やめなさい、やめなさい。かき揚げ食べれるん？マヨリンからもらったからさ、あのかき揚げっていうか天ぷらの量すごいんやけど。確かに今日公園来てくれる人、公園前に胸焼けしちゃう。うん、あめっちゃ美味しいです。うどんだよ。今日は新しいカラコンなんですよ。みんな熱子違う。始めて。かわいい。ブラウン。これブラウンカラコンしかつけれへんねん。ねずこつけた、ねずこ、うん。ピンクをつけた時は全員から批判きました。誰やったかな、一人褒めてくれた人。そう、一人だけおってんな。あ、ちゃうちゃうちゃう。ファンの人はな、ちゃんと褒めてくれんねん、全員。メンバーがやん。ねずこやめてってみんなに。怖いで怖いで。辛い。よかった、おすすめされてかけてなくて。うん、でも七味おいしい。やっぱ七味唐辛子や。うん、マジでうどんは永遠に食べれる。お、ん、ごめんなさい、皆さんの飛んだ。こうやってやったら、そこでめっちゃ長い一本が。最近はね、コンサート終わったからちょっと余裕があって、今え、大丈夫？この前、串カツ1点。うん、うん、1本の、単品の。うん、お、何本も頼むやつあるやん。うん、え、どういうこと？じゃあ食べ放題の串カツもあるやん。あ、うんうん、普通に、うん、単品で1本1本ずつのやつです。で、今日の T シャツは鬼滅の刃です。けど、ねずこじゃないねんな、うん、カラコンは。 NMB 校って言うと、お弁当豪華ですか？え、美味しいですよ。うどんとか鬼滅 T シャツ、これ着てユニバ行きたいな。え、なんか可愛いの飛んできた。なにこれ、ドンキーコングみたいなやつ。いつ始まんの？いつですかね。ドンキーコング？うん。ドンキーコングエリアみたいな。ああ、確かに。いつ始まるんですかね。ユニバ、ユニバおばさんは誰なん？ NMB の。さゆきちゃんです。あ、よく写真見るな。ユニバ。
私は今年パス持ってないので全然行ってない、うん、半年ぐらい行ってないな、半年1年ぐらい行ってないんちゃうかな。うーん、私は三重なんですけど持ってますね。一回行くなら買うな。確かに僕も一回行くなら買う。うん。何な？一回は。一回。8000円とか。え、一万円ぐらい行ってないもん。一万円いってるよな。まだ。まだ、うん、まだ行ってない。ギリ。あ、よかった。日によるんですけど8000円、9000円とかですね。でも年パスは2万円です。うわ、それは買うな。ごめんなさい。待って。大丈夫？うん。ユニバ大好きマン。ユニバ行きたいな。今ハロウィンやってるもんな。うん。ゾンビ行った？うん。怖かった？うん。初めて行ってさ、フランナイト。あの鬼滅とか乗った、うん、ホノピーと言ったけどさ、ホノピー乗れへんからさ、怖いもの。あ、そうなん、うん、チャッキーとかある？今年も。うん、けど行ってないそれ。行きたいな。なんかすごいね、美味しいってずっと聞いてくるね。美味しいって一生聞いてくるね。ほら美味しい。ほらえさっきから気になる、答えてよ。だから静かにしてんねん、これな。答えるんじゃなくて静かにしてんの。うん、確かに昔どんどん値上がり。確かに。新曲のタイトルは頑張らぬまいです。頑張らない、よろしくマンモス。美味しいナンバー、確かに美味しいナンバー、コイリンの見たで、家のテレビで。サシス恥ずかしい、なんかさ、うん、友達もテレビつないで見てた。え、お家でさ、あの全然、何？自分たちが出てないやつもテレビで大画面で見てる。ん、美味しいナンバー行った？どっか行ってない。ゆかが行っとったな。うん、うどん屋さんみたい。他はどこ食べに行きたい？え、他はプリン、プリン食べに行きたいです。やっぱりプリンを食べたい。え、美味しかった？なんかエビが食べた。そう、あのお寿司屋さんは小売前から好きなとこやねんか。うん、サシスっていうとこなんですけど。え、あれやんな、あのナンバーウォークにあるよな。そう、ナンバーウォークにあって、うん、たまに行くんですよ。新しいのゲッチュー、プリキュアの。え、あれはコヨリンやめたん？自分の、うん、あれいい。コヨリン、あのペットボトルのここに自分の顔のやつもつけてたんですよ。 NMB のショップに売ってるやつ、グッズね。そう、このピーとこれ分かりやすいからいいよね。プリキュアのやつゲットしました。リリーで皆さん行ってきたんですか？かわ、じゃあこういったソースをメイクしないといけないわ。じゃあ男女読み読みタイム。日日できた。はい、では13位、13位、ヤッサン、ありがとうございます。12位、ケイタン、ありがとうございます。11位、チネ、ありがとうございます。10位、カタヤン、ありがとうございます。9位、シオチ、ありがとうございます。8位、リハさん、ありがとうございます。7位、マスオですか、ありがとうございます。6位、ミハルちゃん、ありがとうございます。5位、ダッチ、ありがとうございます。4位、ジョーさん、ありがとうございます。3位、タクトさん、ありがとうございます。2位、タイラマ、ありがとうございます。1位、アイナちゃん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。今日は来てくれるんですか？皆様。来てくれたら嬉しいです。13位、ソタ君、ありがとうございます。じゃあ、またね。11位、来てくれてありがとうございました。今日は髪型何にしようかなって思い中なんですけど、鬼滅の刃のヘアにしたいです。わかったんです。バイバイ。